バス停の例未来号は、茨城県筑波未来市が運営する、コミュニティバス。首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス未来平駅を、中心に、筑波未来市役所や筑波未来市立図書館、その他市内各所を結ぶ、筑波未来市のコミュニティバスである。また、一部ルートは、森谷市の森谷駅も結んでおり、毎週日曜日と年末年始を除き、3ルートで運行が行われている。 運行は関東鉄道三街道営業所に委託している。名称は2007年6月より行われた公募によるもので同年8月に制定された。未来号は筑波未来市地域公共交通会議によって47人91作品より最優秀賞に選ばれたものである。当初は2007年9月1日運行開始予定であったが10月1日に 延期され、再度9月29日に繰り上げられ運行を開始した。また、運行開始から2010年4月3日までは4ルートとなっていたが、翌々日の4月5日に、ルートの見直しが行われ、3ルートへと改変された。ルート再編前に行ったアンケートでは、隣接する森屋市内の病院や森屋駅へのアクセスを求める回答が多く、ルート再編時に2ルートが、 森谷市の東クリニック経由や森谷駅東口を経由するルートとなった。バスデザインは筑波大学の教授、は見隆氏に依頼し、いくつかの案の中から筑波未来市地域公共交通会議において制定。デザインは筑波未来市の師匠、市内小学生の描いた花の絵を組み合わせ、トトロの猫バスのように市民に愛されるデザインとした。2020年6月、 国土交通省の地域交通グリーン化事業による補助対象事業として当事業に電気バス1台を導入することが伝えられた。未来号には3つのルートが存在し、各ルート右回りと左回りの2つの運行形態が存在する。便数は全ルート1日4便未来平駅来を起点とし、つくば未来市役所稲庁舎や市東部の気楽山ふれあいの丘などを結ぶ。 マミアナ往復区間は両方向とも、一旦マミアナまで入って、袋で区間内の停留所に停車する。路線バスのルートと一部被っている。経路のうちは、森屋市駅。未来平駅を起点とし、森屋駅や市南部のワープステーションへと、筑波未来市役所稲庁舎などを結ぶ。経路のうちは、森屋市駅。未来平駅を起点とし、 森屋駅や市西部の筑波未来市役所稲庁舎、小木沼駅、上層ニュータウン絹の台などを結ぶ。初期の西ルートと北ルートを合わせたルートに近い。細、大中央往復区間は両方向とも同一順序で停車。ここでは2007年9月29日から2010年4月3日までのルートを記載する。未来対来駅を起点とし、市東部の筑波ゴルフ場。 気楽山ふれフレイの丘などを結んでいた。運行ルートと停留所未来大来駅を起点とし、市西部の小木ぬ駅、上層ニュータウン絹の台、筑波未来市役所やわら庁舎を結んでいた。湖海側の西側を網羅する唯一のルートで、一部、森屋市を経由していた。運行ルートと停留所未来大来駅を起点とし、市南部のワープステーションへと、筑波未来市役所稲庁舎などを結んでいた。 運行ルートと停留所未来大来期を起点とし、つくば未来市役所やわら庁舎や市北部の福岡関などを結んでいた運行ルートと停留所、ありがとうございます。